次回半夜の社姫第39話親子の再会先行カットを見る。まず一番気になるのはね、やはりこちらの画像なんですが、尻尾が大人にと、はい、まあ、すげえかっこよくなっているんですが、まあまあまあどうですかね。そのオープニングとか次回4日から見た感じですと、まあ化けた姿で、本当はこのちっちゃいままなんだけど、この長年のね、修行をした結果、この大人の姿に化けれるようになったので、その犬夜叉たちに、まあ、その成長した姿を見せつけようとしているか、もしかしたらね、この大人の姿こそ本当の尻尾なのかもしれませんというね、ところで、はい。まあ、次回尻尾めちゃくちゃ楽しみです。次にこちら、モロハがね、親子と再会したのを見て、まあ、涙を浮かべている刹那だと思うんですが、これがまずその再会できてよかったねという涙もあるのか、それとも、その、やっとね、何の縛りも心配もなく会えると思っていた凛との再会が、遠のいてしまったというところでの、悲しみを、モロハ親子の再会を見て、より、感じてしまったのか、まあ、ただのね、その感動ではなく、悔やみのね、感情もこれ画像を見ると見えてくる気がするんだけど、まあ、気のせいかもしれません。そして、そんな中、外ではね、麒麟丸の攻撃で倒れた殺生丸様と、それを心配する凛と邪剣様。うん。いや、邪剣様は真顔ですね。で、ここでね、その邪剣様から、これは白を奪われた状態だから、とわの残生剣なら殺生丸様を救うことができるかもと、言っているシーンだと思うんですけど、そんなこともね、邪剣様知っているんですね。なんかすごい、あ、これは知っているんだみたいなところがね、このヤシャ姫内だとあります。そして最後はね、犬ヤシャにおぶられているモロハなんだけど、これがそのモロハはおんぶされないといけないような状態になってしまったのか、まあそれともただ甘えているだけなのかわからないんだけど、でもとりあえずそのもうお父さんしているってところね、はい、もう犬ヤシャお父さんちゃんだ、はい、ところが見れるかもしれません。そして気になるのがですね、このちょっとね背景映っているんですが、PV にねあったシーンと非常によく似ているので、まあ、これね、そのこの前コメント読みから考えた PV のこの場面の話なんだけど、この PV の場所というのが今いる妖怪の墓場から出れる唯一の方法かなって。で、そのおそらくユニアシャカゴメも見ての通り、モロハが幼い時からこの場所で外に出ようと心を見ていたんですが、まあ出ることができなかったんだよっていう回想シーンで、けどそのヤシャ姫たちが来たことと残生剣ゆかりの断ち切りがあれば出れるかもしれないのかと思ったんですが、まあ、どうやらですね、次回犬夜叉が転生牙が必要だと気づくみたいなので、まあ、そうなると転生牙がない今やっぱりダメなのかというか、そもそもその転生牙を持っている殺生丸様も倒れていて残生剣を必要としているので、これはね困ってしまうね。はい、まあそんなところでね、今回は半夜の夜叉姫第39話親子の再会のね話でしたが、非常に楽しみ